い、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は棒の岬沖海戦ヤマトとコーリベンジ、やっていきたいと思います。雨さえ降ればというね、展開に持ち込む方法はまあようやく分かってきたところではありますので、なんとかね、今回その展開に持ち込んでいった上で、かつですね、雨がちゃんと降ってくれるというのを信じて、やっていきたいかなというふうに思います。ではいつもの通り第1、第3、第4、艦隊を投入していきます。第1艦隊はヤマト、第4艦隊は航空戦艦2隻、戦艦ハルダ、さらに正規空母2隻、第3艦隊からは従順ですね、投入していきます。でいつもと同じ海域にいつもと同じように艦隊を配置していきましょう。で日没を待って、艦隊をね、突入させていきます。でヤマトはね、粘るときは粘るんですけど、粘らないときはあっさり撃沈されてしまうので、いつものようにヤマトはまずはね、しっかりと洋上で、待機してもらおうかなというふうに思います。その他の艦隊も一応一旦現状維持ですね。現中域に待機という展開になります。一応索敵だけは飛ばしておきましょう。この索敵でね、あらぬところから敵が出てきたりするともうそれはそれで結構ショッキングではあるんですけど、偵察機を飛ばして敵の位置を探ります。で航空戦艦から出る水蒸気に関してはね、ある程度足が長いので航空攻撃可能であればね、先制パンチ浴びせていきたいかなとは思います。その場合偵察機がうまくおとりになって直撃機を引き剥がしてくれるといいんですけどね。さあ敵艦隊発見、まずは敵の空母の位置を確認しましょう。敵の空母を確認、ちょっと届かないかな。空母から出る艦上機はちょっと届かなそうですね。なのでここは一旦水上爆撃機計12機発艦させています。まあ、生きて戻ってこれるかというのはもちろんあるんですね。直炎の数がえらいことになってるな。しかも爆撃せずに帰っていくパターンか、マジですかい。まあ、護衛機なしではさすがに取り付けない。おっとここダメだ、ちょっと待ってくださいね。今8時、早いな。がこの機を逃すわけにはいかない、全艦発進させていきましょう。全速力で敵海域へ向かっていきます。で雨が降ってる間に空母も本島に近づけます。さあ全艦全速前進、雨が降ってるこの間に、敵艦隊を迎撃していく、かつ沖縄本島からも引き離していきたいですね。従順の艦隊も一旦、いや敵基地攻撃に向かうかどうか悩ましいですが、一旦どっちとも取れる場所へと向かっていきます。まずは敵の艦隊の位置を探ります。これで雨がね、変な時間に止んだりすると絶望的なんだよな。
さて、機関隊とそろそろ接触。ちょっと待ってくださいね。この状態で雨が止んでしまう。現地域に一旦待機させます。いや、この時間で雨止むとか、ほんと鬼だな。ちょっと待ってくれ。このタイミングで敵艦発見とか最悪のタイミングだな。そしたらもうここはちょっと予定を変更して、第一艦隊と、いや、第一艦隊だけ敵艦隊を引き剥がしにかかって、第二、第三艦隊は敵基地砲撃に向かいましょう。もう、こちらのね、意図を隠す必要もない、いい状況にはなりましたので、ここはもう敵、いい基地攻撃へと、艦隊を向かわせます。かなり、厳しい、いい戦いになりそうな気配こそしますけどね。できればね、もうちょっと雨が長く降ってくれてれば、まあ、あるいはという展開だったと思うんですけども。では、第一艦隊を敵艦隊へ突入させていきます。第二、第三両艦隊は沖縄基地へ特攻です。早いな。敵の方も偵察機が出てくるのが全然早い。早いよ。14艦の攻撃が直撃するか。敵の爆撃機が待ってますね。ちょっとここは回避にかかります。沈むなよ、敵艦を撃つまでは沈むな。早いな。ちょっと待ってくれ。こっちの方もだいぶやられてるな。よく見るとこっちの方に敵の艦隊が流れてきている。マジか。ちょっと厳しい戦いになるな。空母も一度退避させないと危ないですね。で、第一艦隊はもうこのまま敵陣に突入をかけてもらうしかないので、このまま敵艦隊に死を落とした戦いをしてもらいましょう。凄まじいなこれ本当に。何もできずに第一艦隊が昼間の戦いだとこうなるんだよね。第一艦隊は何もできずに壊滅しましたね。残念だな。さあ、敵の空母に味方の空母から出た爆撃隊が攻撃に向かってます。甲板だけでもね大破させてくれればいいんですけど、何もせずに帰ってったな。気持ちはよくわかりますけど。
春だが大破。まあこれはしょうがないかな。さあこの夜のうちに戦いを決める。戦艦春長やられてます。まあただ夜のうちにね、なんとしても敵艦を沈めていく。戦艦ヒューガー型、よし、ここで雨だ。この雨は見逃せないですね。まずは敵の南の岸の方に空母を高速で移動させます。高速で移動。ヤマトもこのままなんか敵艦隊に発見されないことを祈ります。で、味方はこの雨が降ってる間に敵の航空基地を完全に、少なくても北側にあるものは沈黙させたいですよね。海域へ急行させます。この雨は恵みの雨だ。これ以上ない恵みの雨、ついに勝機が巡ってきた。ヤマトも最大戦速で南下を開始。空母も最大戦速。従順がほぼ無傷でね、ここまで来てくれてるっていうのは本当に大きいですね。了解。了解。軽巡の大淀だけ離脱して南側に向かいましょう。雨が止んだ。雨が止んだけど夜なので今のうちにガシガシ砲撃を加えていく。そしたら従順の艦隊も南に出して南の航空基地の破壊に急いで向かいましょう。爆撃機はどこに向かってる？うわ、これは味方の早いよ。空母一発で大破だもんな。これひどいものあるよね。一発で大破だからな、しんどいよな。待って、ヤマトはここで待機だな。危なすぎる。今空母が狙われてるこの中。大淀はもう攻撃力をなくしているので、一旦もうおとり艦となってもらいましょう。空母カツラギが撃沈されてます。
リーホーは離脱。もう一回雨欲しいな。もう一回雨欲しい。天城もやられた？大破？天城も撤退だな。これただヤマトの航路をちょっと慎重に選びながらも敵基地にね健康一滴の一撃を加えられるように頑張りましょう。空母さえ残ってくれてればな。いや、ほんと無双してるな、ヒューが。全然沈ま、うわ、ついにやられた。触れない方がいいね。無双してるとかね、そういう話は。さあ、ヤマト突入の経路をしっかり、見出していきましょう。ここで雨、ここでの雨マジででかいぞ。最高のタイミングと言っていい。ついに。いや、第一艦隊はね、虚しく散ったけど。ここに来てついに、天運に恵まれるというパターンが、来たかもしれない。いや、逆に伊勢、ここまでよく大破せずに来てたよね。そっちの方が驚きだわ。おっと、ヤマトが、敵に接触しているので、もう突入だ。全速前進で突入。南側の記者会はもう確定しましたね。あとはヤマトが大和がすれ違いざまでもいい敵の空母に一撃を加えていこう。敵の空母に雨が降ってる今だからこそちょっとでもねダメージを加えましょう。さあ、その代償として戦艦が
戦艦が沈められたのか。これは果たしていい結果だったのかどうか疑問はあるけど、ヤマトの手法で、おっとここで雨が止んだ。そしたら敵基地にとどめを刺します。ようやく、まあ、だいぶ雨に恵まれた展開ではありましたけどね。いや、第一艦隊がね、水雷戦隊が、きっちり決めてくれてれば、あるいはという展開だったと思うんですけどね。これも魚雷がヤマトに突き刺さる、その瞬間に勝利できました。では、戦果確認していきます。まず味方。第一艦隊はヤマト以外は全滅。ですね。第4艦隊も、戦艦ハルナ、ヒューガ、伊勢、これが撃沈されていて、正規空母、カツラギも撃沈されています。天城は命からがら逃げ切ったという感じですかね。第3艦隊は全艦無事ですが、全艦大破という結果。一方、敵艦隊からですが、まず、戦艦マーサチューセッツ、これを撃沈。さらに、インディアナ、ホーネットは大破。一方、正規空母、ベニントも取り逃がしています。ワスプ、エンタープライズ、これは大破。ランドルフは撃沈。さらに、第3艦隊から、バンガヒル正規空母、これを撃沈。エセックス、ハンコク、ロー正規空母は大破。まあ、そんなに悪くない戦果かなと思います。これ見ると。敵の空母で、正規空母でね、無事だった健在なのはベニントンだけ。で、残りは正規空母、撃沈か大破させているので、まあ、悪くない結果かなと、個人的には思います。B か。もうちょっと戦果があった方が良かったかな。まあ、なんとかね、沖縄の基地の再建を行って、反攻作戦をね、ここから開始していきたいと思いますので、皆さん、お待たせしました。ここから、いよいよキャンペーンモード入っていきますので、ぜひぜひ皆さんの応援これからもよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。